はい、どうも。ただいま和歌山に入っております。ここどこや、和歌山の有田川町かな。あ、この後温泉入ろう思いまして、うん、温泉地に来ております。とげて汁の中なんですけどね、うん、今日は慣れ初めをね話していきたいなと思います。はい、はい、リクエストいただいてたんで、いただまずは出会いからですね。はい、はい、どんなんじゃあまずあれ、改めて自己紹介じゃないけど、うん、僕が40歳、まきちゃんが26やな、うん、で14歳離れています、はい、どこで出会ったんやという話ですよね、うん、まあ、僕昔ね、うん、バンドやってまして、やってましてこう見えてもね、こう見えても昔やってまして、うん、結構長い間やってたね。20年ぐらいやっとったな、うん、まあ、バンドでベースをやっとったわけですよ、うん、でバンドがっつり、まあ、うん、その当時は、うん、まあ、本気でやってたわけでありましてですね、まあ、出会いはそこでございますね。そうやね、簡単に言うと、俺が自分のバンドと別にちょっとサポート、うん、こう別のバンドのベースがいないバンドのサポートでベースをちょっと、うん、代わりに弾いてて、私が好きで見に行ったバンドと一緒にその、うん、太郎のバンドが出てて、あ、そう俺がサポートしてたバンドね。そうそうそう、ちょっと喋りかけたそうにしてんな思って俺が声かけてんな、うん、そう、うん、すごいな、あれやもんな、人見知りやもんな、うん、で俺まあこんなんやから、うん、結構こう入り口じゃないけど、なんで俺はサポートやのにそんなんせなあかんねんみたいな、なサポートやのに一番目立ってサポートやって思わんかったリーダーなんかなぐらいのそれは言い過ぎやろ、あーあー言うて何それそんなやってた？やってた。あ、ほんま、全然覚えてないわ。それがきっかけやってね。そうね。のバンドがちょっとテレビ出ててね。あ、出とったね、その時。ちょっとだけ出てて、まあ、そのなんか企画でライブするみたいな、ね、いろんなとこでライブするみたいなのがあって、それでなんかちょいちょい来てくれるようになってんな。そうね。それがきっかけで。そう。その当時ね、俺もほんで、バーでバイトもしとってんな。ああ、しとったね。うん、で、なんかちょいちょい足運ん、なんかイベントあるとかって来てくれたりとか、うん、なんやかんやとかしてて、うん、まあ、そっから仲良くなってね。そうやね。それがきっかけでございます。はい。お互いの第一印象、人見知りな子やなっていう第一印象やった。こっちから喋りかけへんかったら、あんま喋ってけえへんそう、ね、イメージやった、うん。でした。でした。はい。おまきは？第一印象は、うん、わー言ってるから、うん、この人あんまり関わったらあかんのかなって。いや。どういうか関わった後からめんどくさいからと思って、そうやな、キャラやから、キャラ作りやから、普段そんなんちゃうやん、おとなしいやんか、人見知りやし、僕もそれは嘘や、いやいや俺は人見知りやと思ってるけどな、自分で思ってるだけじゃない。でなんやかんや言うてもう6年ぐらいかな、付き合って、そうね、6年ぐらい、だから出会ったのが18歳ぐらいの時やもんな、うん、高校卒業してすぐ若えな。だからそれが多分8年前やね。ああそう、うん、出会ったのは8年前か、うん、ほんならな。で付き合って6年、うん、長大丈夫なの青春そんなんで。しょうがないよね今さらしょうがないよね今さらなんやねんそれ。俺はまあバンドやめーのちゃんと普通に仕事したりとかね、うん、して、まあ、この日本一周するのにもともと興味があったわけじゃないけど、うん、あれ何がきっかけなんやろな。最初キャンピングカーレンタルしたやんか、漠然とキャンピングカーで日本一周とかいいよねっていう話をしとって、うん、それが気づいたら実現したみたいな感じですね。あ、まあまあそうかな、そうやな、まあ、せっかく結婚すんのやから、うん、好きなとこ住みたいなっていう話にもなったしね、うん、そうそう、田舎に移住したいからって言ってたから、うん、この旅を出るっていうのを、うん、まあ、いわゆるきっかけの一つやってんけど、うん、それで、まあ、結婚しようかという感じになりましたね、うん、はい、はい、籍入れたのは4月1日やな、今年のね、うん、そう、2020年の4月の1日ね。なんで4月1日かって言ったらシンプルに俺が忘れやすいからって。そうじゃあエイプリルフーレット忘れへんやろうというところでね、新たなスタートっぽいし、うん、その日タイヤやったっていうのもあってね、まあまあまあ、そうなの、そうやね、しましたで結婚しまして、プロポーズってぶっちゃけしてないよな。してないね、ちゃんとしたのはしてないな、ちゃんとしたのはしてないね、プロポーズしてねえな、うん、あれじゃねえよあれ結婚してからね、プロポーズしてくれる旦那さんもおるらしいから、ね、まあまあまあそうやな、ええタイミングでしょうか、ほんなんな。まあ、考えときますよ、ちゃんと。考えてください、じゃあ。考えときます。はい。まあ、そう、お互いのいいとこ、悪いとこ。うん。まあ、あると思うやん。6年も付き合っとるやん、もうわかるやん。うん。
なんかある？いいところは、うん、理解を示してくれる。趣味とか、うん、ファッションとか、うん、やりたいようにしたらいいやとか、うん、別に、うん、あそれやめてとかって言われることはあんまりないかな、うんうんうん、悪いところは、うん、悪いところはありすぎて困る。そうねまあでしょうねでしょうね。そうね。あ、わかった。何？お腹すいたらイライラするそうやな、確かにそうやな。ちょっとお腹すいたらイライラする。お腹ちょっとこうお腹で決まってくるとこあるよな四十のおじさんがお腹が決まるってどういうことよいや我慢してんねん、これでも我慢してるんですよ僕もよ。気付きます。俺はどうやろうな、悪いところ、まあ悪いところっていうか、まあ人見知りなとこかな。まあそれが悪いかどうかは別にあれやけどまあでもさ、だいぶそこら辺も俺と出会ってからだいぶ変わった気がするよな、うん、確かにいろんな人に会って話す機会が増えたから、あちょっとは喋れるようにはなった。あそうやな、うん、そんな気はするな。いいとこは何やろな、立ててくれる。あ、うん、年の終わりにあれやりたいこれやりたいってあるかもしれんけど、うん、結構なんかいろいろ立ててはくれんなと思うけどな。基本合わんやん、なんかこう食べるもんもそうやしまあ趣味だって当然そうやけど、見たい映画も、うん、もう言うと180度違う感じもあるやんか、ね、まあ、それはしゃあないとしてもな、うん、おのおの好きなもんあるから、うん、まあそれはいいとしても、そういう部分でなんか結構こう尊重してくれるというか、うん、っていうのはあるかなっていう気がする。子供は欲しいかと、まあゆくゆくはって感じかな、うん、俺今はこの2人の時間楽しむ方がいいかなっていう。今は全然欲しいとは思わないな。まあ、もし、この先欲しいって思うかもしれんけど、現状はあんまり思ってないかな、うん、全然いいと。まあ男はな、多少年以降は、うん、子供は別にな、あれやけど、うん、女の人はな、まあまあある程度限度があるやん。そうだね。まあ それまでにはって感じかな、うん、まあ今はこのな、時間楽しめたいな。そうね、うん、年の差のギャップですよ。はい、まあこれは大いにあると思うねんけど、かなりあるよね。俺ら世代やったら知ってるけど知らんかったりとか。ああ、それはあるね。まあその反対やったりとかはまあ余裕であるよね。まあもともとバンドとか好きやからそういう部分ではまあまあ、合うっちゃ合うけど。うん、でも聴いてる音楽も全くな、違うね、ちゃうもんな。まあバグッと。うん、まあこんな感じかな。なんかまあ、なんか細かいとこ言い出したらもうなんか2時間も3時間もかかっちゃう。全然かかる、何日もかかるかかるそれはちょっとあの見てる人もなんやねこのしょうまい話ってなるかもしれない。知らんわとやってくるから興味なかったら今回のこのねあの動画飛ばしていただいて多分ここまでたどり着いてないと思う。そういう人そうかそうかもう飛ばしていただいて結構ね、あのこの後もまた、まあ、日本一周始めてますんで、うん、まあ、ちょっとなコロナもまたひどなってきとって、うん、俺はもう実はちょっと体調崩して、まあまあコロナじゃなかったんやけどな、うん、もちろんだからちょっと動画上げられへんかったりな、うん、しててとりあえずマスクは今外して基本的には外してるけど、まあやっぱどっか行く時とか外出る時は基本マスク絶対して、ね、うん、行く時とかはねっていう感じで行こうかなとしばらくは思ってます、うん、まあ落ち着くまで言うてももうなワクチンとかできるまでなかなか難しいやろうね、うん、3密を避けつつね。そうやね、やるしかないからな。まあなんせ俺は家ないから、まあ、家ってここが家になっちゃうから家帰る言われてもここしかないからね。帰ってきましたよ。まあだからほんま人となるべく会わんように。そうね。まあだから土日の観光とかなるべく避けて、うん、まあまああの人が少ないタイミングで何いろいろやろうかなとは思ってる。な、もうできることってな限られてくるからそういう部分で、ね、今後またお楽しみにということで、はい、今回の動画どうだったでしょうか。ツイッター、インスタグラムで、はい、旅の状況を発信しつつ。動画でも発信したいなと、はい、思っておりますんで今後ともどもどうぞよろしくお願いいたします。お願いします。はい、ということでまたお会いしましょう。さようなら。